キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、AI を使った英語番組を始める意義というようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信しておりまして、YouTube の方はですね、iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから AI と英会話などいろいろ番組やっております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、YouTube の説明欄ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の AI を使った英語番組を始める意義というようなところでの話なんですが、ちょうどですね、前回のシリーズの話で、こちらのね、日本語番組を少しお休みさせていただくというようなところでお話、報告させていただいたんですけど、何かこのものすごいなんか反響があったのかなというような、どなたかがもしかしたら拡散してくださったのかもしれないんですけど、私のこちらの番組、かなりちょっとマイナーでマニアックな番組なんですけど、一時的にすごいアクセスになりましてですね、結構細々とこの番組やってたところもあったんで、私自身結構驚いてしまったっていうようなところなんですけど、というのもSpotify のね、分析データとかで大体何再生ぐらいされたかとかわかるんですけど、ラジオ番組ってね、ほとんど拡散力ないっていうか、X みたいに、もう全然こう拡散力とかそういうのないんで、1日せいぜい7-8再生ぐらいだったんですよね。はい。で、大体1週間で70再生ぐらいかなというようなところで、細々とやっていた番組で、本当にこうマニアックな、ファンしか聞いてないかなっていうような感じで、こう、いろいろ垂れ流し的な感じでちょっとやってたところもあったんですけど、それがですね、1日になんかね、500再生とかね、なんか爆上げになるようなものになりまして、これはね、ラジオ番組では超レアなんですよね。本当1日7-8再生ぐらいの番組が1日500再生とかに、ね、こうなるとかいうのはほとんどないので、結構ちょっとびっくりしたとこもあって、で一時的なのかな、たまにあるんですよね、1日で何百再生とかいくのは、過去にも何回かあったんですけど、それがこう2日間続けて500再生超えで、いろいろこう拡散されているようなとこがあるみたいで、おそらくこうどちらかのインフルエンサーの方がね、なんかこの番組紹介してくれたのかなっていうような、そうとしか思えないような挙動でもあったんですけど、とにかくね、何かこう、この番組をなんかちょっと続けてほしいのかなっていうような、そういうような感じにもちょっと思ってしまうようなところと、あとおそらくね、どなたかインフルエンサーの方が紹介してくれたような感じもあるので、その方への感謝の気持ちも、込めてね、ちょっとだけ、隙間時間に、なんかちょっと時間あったらこの番組続けてみるのもいいかなって思ったりもしてですね、あれからちょっと1週間経って、またちょっと投稿させていただいたっていうような状況でもあります。で、そもそもなんでね、一時的にこの日本語番組の方を中断しようと思ったのかっていうようなところからちょっと、また改めてですね、ちょっとお話しさせていただきますとですね、番組というか私の配信活動すべてやめるっていうわけではなく、こうしばらくね、この英語番組の方にコミットしてみようかなっていうふうにこう思ったところもあったんですね。で、この番組は日本語版の方はキャッチクエスチョンズアカデミーっていうような番組なんですけど、その最後のね、キャッチクエスチョンズのアカデミーの方の、方がカタカナになってる方ね、末尾がカタカナのアカデミーになってる方が日本語番組で、アカデミーが英語表記になってる方ね、そちらが英語番組っていうような感じでこう分けて放送はしてたんですね。で、英語番組の方は、私も舌足らずな英語ではあるんですけど、頑張ってね、英語で配信して、そこもちょっと細々やってるっていうようなところでもあったんですけど、英語版のこちらの番組の方はね、いろいろやってみて始めたのは良かったんですけど、私自身ね、外国にも住んだこともないような、いわゆる、純ジャパの日本人、純日本人なんで、ちょっと英語でこう番組続けるの
大変だったんですよね、はい、それで始めたはいいんですけど、もう長らくこう放置しっぱなしみたいなとこがあって、まあ、ずっと放置はしてたんですけど、まあそれでもね、なんかポツポツフォロワーなんか増えてて、まあ YouTube の方とかもね、なんか細々ながらね、チャンネル登録者数なんか100人超えになったりとかね、知らぬ間にこうなってたりとかもしてるとこもあってですね、こちらもう少しちょっと力入れてもいいかなっていうふうにちょっと思ったとこもあったんですよね、はい。まあ、それで最近ね、目覚ましいほど感じるこの AI の技術発展に、まあ、私のような純ジャパのね、日本人でも、この例えばチャット GPT とか使ったら、英語のね原稿とかそういったものも結構作れちゃったりするんじゃないかなとかね、こういろいろ思う節がありまして、まあ、それだったら英語番組結構続けられるんじゃないかなっていうふうにこう思った次第でもあったんですね。でそれで、まあ、これをちょっと駆使して英語番組いろいろやってみるのもいいかなっていうふうな感じもあり、で、まあ、そちらの方にちょっとしばらくコミットしてみようかなっていうような、ところもあってですね、まあ、日本語のこちらの番組をしばらくちょっとお休みしようかなというような感じで前回放送させていただいたっていうようなところでもありました、はい。まあ、実際ね、マーケットの規模から考えてもですね、日本でビジネスするより英語圏向けにビジネスした方がやっぱ圧倒的に稼げたりもするんですよね。まあ、実は私の作ってるアプリとかあとは広告収入とかもですね、実は日本での収益よりも海外からの収益の方がはるかに大きかったりするようなところもあってですね、まあ、そういったのもあって、まあ、私はもうかねてよりね、外貨を稼ぐために海外でアプリを売るみたいな、そういうようなモットーのもと、この番組ちょっと立ち上げたっていうようなところもあったんですけど、まあ最初はねちょっと横島な、外貨を稼ぎたいみたいなね、そういうような思いもあったんですけど、まあ最近はねある程度ちょっとお金貯まってきたところもあるんで、まあどちらかというと情報発信の方、まあしかるべき情報をしかるべき方にこう届けたいっていう使命感みたいな方が今最近強くなってるようなところもあるんですけどね、はい。まあ、特に私も結構なおじさんでもあり、まあ、老婆心かもしれないんですけど、まあ、日本の将来のためにね、やっぱその外貨を稼ぐ日本人もっと多く育ってほしいなっていう思いもあったりもするんですよね。だから私のコアなね、この番組のファンの方は、まあ、そういうようなね野心を持つような方にぜひちょっと聞いてもらいたいなっていうようなところがあって、まあ、そんな拡散はあんま最近はちょっと求めるっていうようなところはないんですけど、ただしかるべき方にちゃんとその情報が伝わって、まあ、私のその考えみたいなものをなんか受け継いでもらえたらなっていうような感じで今こう配信してるようなところもあるんですけどね、はい。まあ、そういったところもあっていろいろまあ、なんかのね見本みたいな、形になればなっていうようなところもあって、まあ、このやり方をねこう配信することによって、まあ、他にねもっといいやり方とか思いつくこの若者とかがね私の番組みたいにこう英語配信みたいなのも始めてもらったりなしてくれたらなっていうふうにこう思ったりしてるようなところも、まあ、半分あるんですけど、まあ、それの、まあ、一つの見本みたいなところもあって、まあ、英語番組始めてみようかなって今思ってるようなところでもあります。まあ、これが成功するかどうかはちょっと別なんですけど、まあ、このやり方はね、まあ全然真似してもらってもいいかなっていうふうに思うようなところもあり、まあ、むしろね日本の将来のためにもね、そういう、こう海外発信するような方どんどんこうやっぱ育ってほしいなっていうようなところはやっぱちょっと期待もありますかね、はい。でまあ、じゃあどんな番組ね私なりに、ね、こう始めてみようかなって思うようなとこがあるんですけど、やっぱもう一つのキーになるのが AI なんですよね。で私のフォロワーの方も大部分この AI に関する知見とか将来性とかそういったものに、まあ、ちょっと興味を持って聞いてくださってるっていうような方結構いると思うので、まあ、私もね結構 AI の技術とかこれまでいっぱいいろいろ使ってきていろいろ思う節もありますし、また AI にいろんな質問投げてはその回答とかちょっともらってきて、まあ、その知見 AI が今どう考えてるのかとかそういうのもなんかいろいろちょっと分かるところもあるんで、まあ、そういった情報をね配信していこうかなというふうに思ったりもしております。まあ、私の特に英語圏のね SNS の方もそういったエンジニアの海外のエンジニアの方がこうフォローしてくれてっていうのが結構多かったりして、まあ、私自身のそういったポイントに興味持ってくれてくださったりしてるようなところがあるんでね、この辺を、まあ、一つその英語の番組の、ポッドキャストの方に配信できたらなというふうに思ったりもしております。で、まあやっぱね
これチャット GPT とかこう使ってもらったら分かるんですけど、やっぱねその英語と日本語いろいろ入力してこう比較して思うところにですね、やっぱの英語の情報の方がやっぱ洗練されてるんですよね。はい、これはあの前回の番組でもちょっとお話しさせていただきましたが、あのこれはまあなぜかっていうと、まあ、大体あの Google 検索とかしてもらっても分かると思うんですけど、ウェブにある情報ってほとんどね英語なんですよね。はい、日本語と英語を比較してもらったら分かるんですけど、まあ、あのプログラミングに関する知識とかね、エンジニア系のセキュリティ周りの情報とかそういったのもですね、あの Google で検索してもらっても分かると思うんですけど、もう日本語で検索するより英語で検索した方がはるかにね情報量が多くてかなり有益なものが多数存在するんですよね。で、そういったもので学習して育った AI っていうのはやっぱそれなりのアウトプットを返してくるんで、まあ、だからこそねこの英語で調べ物をするスキルみたいなの、まあ、ここはあのこれからやっぱ養ってもらいたいなって若いエンジニアにちょっと思うようなところもあります。で、まあ、あのチャット GPT を使って有益な情報を引き出すにはですね、それをやるにはやっぱねこう鍛えなければいけないのは英語のアウトプット能力なんですよね。インプット能力じゃなくてアウトプット能力が今の時代必要なんで、まあ、あの英語にチャット GPT のねプロンプトにあの英語で入力しなきゃいけないんで、それはあの自分でこう英語の言葉とか考えて入力しなければいけないんでね、だから今の時代ね、このアウトプット能力を高めるっていうのも、まあ、一つ必要なところでもありますよね。でこの点を踏まえるとですね、私が今この英語の番組を始めるっていうようなところはこの一石三鳥にもなるかなというふうに、思うようなところがあって、まあ、一つ目の取りとしてはあのまずマーケティング的に英語圏のフォロワーを増やすっていうようなところもありますし、また二つ目の取りとしてはあの英語情報、自分自身のためにいろいろ集めるっていうようなところもできます。それから三つ目の取りとしてはあの英語も番組続けるとあの自分自身のねあの英語のアウトプット能力をこう高めるっていうようなところができるんですよね。ここがまあ一つの肝になっていろいろちょっとこの英語番組始めてみようかなというふうに思ったところでもあります。まあ、特にねあの TOEIC はじめ今これまでの日本の英語教育っていうのはもうほとんどインプット能力鍛えるのが主体であって、で今ちょうど時代のパラダイムシフトが起こってんじゃないかなというふうにこう思っているようなところでもあるんですけど、まあもはやね今の時代あの Google 翻訳とか自動翻訳とかそんなのは元よりあのチャット GPT とか使ったらあの英語の翻訳どころかあの要約とかね言い換えがこう簡単にできてしまうような時代なんですよね。まあ、そんなような時代になってくるとあのインプット能力ってさほど意味はなくなるかなというふうに思ったりもしております。その分ね比重がどんどんアウトプット能力にこうシフトしていくんじゃないかな、まあ、そこのアウトプット能力を持っている人材によりあの、まあ、社会的な価値が見出されてくるんじゃないかなというふうに思うようなところもあってですね、だから今こそこう鍛えるのはやっぱプレゼン能力とかね、あとはあの AI に対して良いインプットをあの行う、まあ、要するに自分がアウトプットしてその情報を AI にインプットするっていう能力ですよね。それがこれからの時代に求められるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これはあの英語のみならずプログラミングとかね、まあ、それこそエンジニア系の人にもこう言えることですよね。はい、まあ、なのでねあの私自身の鍛錬もあるんですけどね、まあ、皆様にはですね、まあ、こういったあの時代に何が必要かなっていうようなところをちょっと感じてもらえたらなっていうようなところもあって、あのまあ一緒にねなんか英語配信みたいなのを始められたらなっていうふうに思ったりもしてるようなところがあるんですけど、まああのその英語の内容どういう内容を配信してるかっていうよりか、まあ、どういうスタイルでこう配信して、まあ、それをまあどういうふうなあの自分自身へのあのまあ、勉強だとか鍛錬にこう応用しているのかな、でやっぱその一石三鳥とかねそういうようなあの考え方今結構必要だったりするんで、どうせ配信するんならそれと一緒に勉強するとかねそういう考え方があるとやっぱ続けられるんですよね。まあ、それがあの周りになって自分のためにもなったりするようなところがあって、まあ、こういうようなやり方がねあの勉強を続けるモチベーションにもなったりするようなところがあるんでね、一つねちょっと参考までにみたいな、ところでもありますが、まあ、もしねよかったらあの日本語の番組のみならずね英語もの番組の方もねあの参考がてらね、一つちょっと視聴してもらえたらなというふうに思ったりもしております。はい、今後ともよろしくお願いいたします。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。ITエンジニアに栄光あれ。